日常演舞の食旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらシャトレーゼの低糖質アイス4種類を食べたいと思います。もう溶けるのであまり長さが言わないでさっさと食べていきますね。それではまずはこちらの糖質 70% カットアイスからいただきます。美味しそうで、おお、美味しそうなチョコバーだ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはカップアイスのマダガスカルバニラ。これも美味しそうだな。昔グリコの素直と、いや素直、いや当時は糖質コントロールアイスだったかなというのは結構食べてたんですけど、シャトレーゼにもそういうのあるんですね。これはあ、ちょっとやばいことやってる、やばいことやってる、だから いただきます。はい、次は糖質カットカップアイス、あまおういちご、鮮やかなピンク色ですね。ではいただきます。ラストは京都宇治抹茶カップアイス。これも緑が鮮やかですね。ではいただきます。のアイスもひんやりとしていて、しっかりと甘さを感じることもできましたし、ちょっと溶けちゃってますけど、それが逆に甘さを感じさせてくれるような部分もあるんですよね。なんか少々品のない部分が映っていますが、ご了承ください。もう暑いんだよな。かといって扇風機つけると音入るし難しい。こちらのチョコバーはさっぱりとした甘さのアイスにパリパリとしたチョコの食感がしっかりマッチしていて美味しかったです。低糖質って言いますと甘さも全く足りないなことなんてことはなかったですね。むしろさっぱりとした甘さで美味しくいただくことができました。で、こちらのカップアイス3種についてなんですけど、全部甘さはさっぱりとしていて非常に食べやすかったです。で、さっぱりとしているのがゆえに、このいちごと抹茶はそれぞれの素材の味をより感じることができました。まあちょっとトゲが出ましたけど、逆にそれが甘さを強く感じさせてくれたのかもしれないですと前向きに考えることにします。で、自分の中では、まあ、バニラも美味しかったんですけど、いちごと抹茶がどちらも素材の味をしっかり口の中に広げてくれてとっても美味しかったので、これらを代表としてこちらのペースとさせていただきます。低糖質でここまでやれるって本当にすごいですね。コンビニだと割と多いんですけど、こういうお店とかでも出てるっていうのは本当にいいです。こういった商品ダイエット中とかに食べていきたいですね。それではなだれ込む恋の旅路はこの先に、いいことも悪いこともいろいろあるんでしょうけど、頑張ってほしいですね。旅はご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。